こちらの展示は南海トラフの巨大地震で鹿児島県内で想定されている津波の高さを表しています。一番高いところ屋久島町そして志布志市はこの天井を超えているということで改めてその津波の怖さというのを感じます。姶良市にある県防災研修センター、防災に関する展示や研修会などが行われています。 県民の皆様にも危機意識をやはりあの高めていただいて自分の命は自分で守るんだということそれを皆さんに再確認していただけたらと思います解説にあたるババさん危機意識とともに伝えたいことがありますでも怖いだけではなくて自然の恵みもいただいているんだなそういったことを感じていただけたらと思いますで知り得た情報を周りにまた伝えていただきたいなと思います防災の知識 みんなで共有していくことも大切です。